タンダムウィングさん、怪我人の運び方が適当すぎるに対する反応集をお送りします。おもろいやん。クソワロタ。このトレーラーでかすぎない？ガンダム運搬用なんだろ。てかガンダムのサイズに比べて人間が小さすぎる。ヘビーアームズが 16.7 メートルでヒーローが160センチやからヒーローゆえ10人分くらいとしたらええとこちゃうか。こういうシュールな描写だけなら一番面白いと思う。実際に本編見たらマジで面白くなくてびっくりした。ガンダム内では相当上位やと思うけどな。話が難しいだけでガンダムで一番深い話や。序盤はシリアスにギャグかましててシュールで面白いけどな。中盤からまともになってただのおもんない話になる。せめてコクピットに入れてやれよ。まあヒーローだし。助手席じゃダメなんですかね。シュールすぎて草。トロは、お前唯一の健常者主人公ちゃうんか。正直10話までの展開の速さと中盤以降のグダグダが釣り合ってなさすぎる。序盤だけならクソおもろいわ。ゼクスと決闘するところまでの勢いすごいよな。これほんと好き。ヒーローヤックでカルチャーやん。相対的に語彙が一番まともな状態。デュオあさっての方向見てて草。巨大化したヒーローからみんなが目をそらす有名なシーンやな。ヒーローのデカさに気を取られてトロワが浮いてることに気づかない。トロワのハスに構えたスタイルが学生時代の愛を彷彿させていた。いたし巨大化したヒーローから目をそらすトロワと意志、責任を感じ自分を責めるカトル、全てを諦めるデュオ、それぞれ性格が出てるわな。ただで見れる1話が一番面白いからコスパ最高という。ウィングは大真面目に作ってるのにギャグみたいになってるところがちょいちょいあるのが最高。そういうの減ってくる中盤あたりから今何やってんだこいつらってなってきてだれる。女性ファンを増やしたジャニーズガンダムだっけ。イケメンガンダムの元祖やな。5人の中で一番人気ないけど語彙が一番キャラ立ってるよな。真面目に作った結果ギャグアニメが生まれたというハイセンスな作品。全然呼ばれない火消しの風好き。とりあえず全ガンダムキャラの中でもトップクラスに好き。イカれてないようであいつが一番イカれてるわ。とりあえずに比べたらヒーローたちがまだまともに見える。沖合が演じててこいつ何言ってんのかわかんねえだけど。と評した唯一のキャラやからな。私は敗者になりたいイコール私は敗者になりたいって本人がネタにしてたからな。シナリオを勢いだけで作った感があるよな。リリーナ様が可愛く成長するのを楽しむガンダムやぞ。ウィングが許されるなら大抵のシリーズ許されてもいいのにな。真面目ちゃくちゃだぜ。ウィングバランス型、デスサイズ近接、ヘビーアームズ中距離、サンドロック近接、シェンロン近接、こいつら近接に特化しすぎやないか。エピオンセやな。全員短期特攻の長期的なテロが目的やもん。弾薬使う方がおかしい。確かこれ劇場版だとさらにひどい。デスサイズとサンドロックなんかメインの近接武器以外バルカンしかついてない。ヘビーアームズのナイフいる？いる。これほんと好き。ゲームでもほとんど再現されてて好き。こいつこれがしたいがために早々に弾打ち尽くしてそう。これパイロット吐くやろ。草どういう攻撃やねん。トロワとかいうノリでガンダムパイロットになった謎の男。アメリカではこれがファーストガンダムだぞ。脚本もキャラの言動も終始尻滅裂でガンダムで一番面白くなかったわ。モノローグとかほとんどない上に突然思想を翻すやつ多すぎで誰にも共感できなかった。煽り抜きでウィングファンはどこが面白かったのか教えてほしい。ゴヒさん、時代を先取りのファッションをしていた。いかにも90年代って感じやな。こいつらいのかしら公園来てたんか。めっちゃオシャレやと思うのはあいだけか。これ本当に昔のアニメなの。今放送したら確実に実況がお祭りになるよな。毎週爆笑の渦になる模様。ウィングガンダムが間違いなく歴代最弱の主役機扱いされる。なんで名前ありのパイロットが乗ったらリオーの装甲が分厚くなるか合理的な説明してくれ。超緻密な操作により的確な角度で敵弾を受けているんや。 OP のカトルのピラミッドみたいなポーズあれなんか意味あるんか。何十年も気になってるんや。ぶっちゃけ G もウィングもぶっ飛んでるけど最後まで見るとなんだかんだでハッピーエンドで終わるから好きやわ。はい、このカトルってやついいやつそうやし一番まともなんやろな。 YouTube での2話の実況が面白かった。ヒーローヒーローに会いに来たリリーナに銃を向けて知りすぎた俺の正体を知った奴を生かしてはおけんさよならだ。その瞬間ヒーローが腕を撃たれる。デュオ事情は知らんがこういう場合どう見てもお前が悪もんやろ。怪我はないかいお嬢さん。しかしヒーローはリリーナを殺すことを諦めようとせずデュオはさらに足に発砲する。リリーナもうやめて、この人に一体何の恨みがあるの。デュオへ。そしてリリーナは必死にヒーローを手当てする。
手を嫌なんで Y が悪者みたいになってんの？実況コメでこの脚本書いたやつ役でも決めてたのか？ってあったけど前編こんな調子やぞこのアニメ。全アニメの中で一番続くが面白い。主人公が水面からケツ出した姿で続くとかもはや芸術やろ。くさ。絶対ふざけてる。背中アチアチですよ。アスファルト舐めすぎやろ。こんなん皮膚ズタズタやで。